はい、皆さんこんにちは、元気なおじです。さあ今日はね、7月9日金曜日です。さあ、楽天モバイルのね話題になります。よいしょ、ね、今回はね、OPPO の端末がちょっと魅力だねってことで、まあ、昨日出そうかなと思ったんだけど、ちょっとおじいね力尽きてしまいましたね。なので明日作ろうと思ってね、昨日仕込んでおいたものです、ね。これね、余談なんだけども、ここにね、以前ね、もうだいぶ前なんだけど、笑顔 JP さんのこのね、ニキシー時計、ニキシー風時計なんだけど、これね、びっくりした、びっくり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 。これなんでかっていうと、まあ、ここのところに置いたんだけども、まあゴテ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 してて、ちょっとね使わないで飾っていたんだよね。それで久しぶりに、昨日電源入れてみたんだよ。そしたら時刻がね正確本当セットした時はピッピッピッピンじゃないんだけど、びっくりした。でこれね、まあ、別のニキシー時計もオーディオルームにあるんだけど、あれはね、時間がどん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 ね、時計とか遅れていくよね普通ね。電波時計は、電波時計もちょっと進んじゃったりとか遅れたりするから、あ、調整するよね、ピピピピってこうね、使ってる方は分かると思うけど、だ電波時計も一定ごとに修正をして時刻をやってるので、その修正する寸前はかなり何秒も狂ってるんだよね。で、まあ、腕時計にしても何にしてもね、電子で動く時計にしても、まあ、みんなほとんどそういうもんだよね、進むか戻るかね、正確なものがないわけです、ね。でそんな中、このニキシー時計、これ電波時計入ってたっていうぐらい、すごい正確、と思って。でカラーのやつがあって、そのオーディオルームにあるのは結構久しぶりに電源入れるとかなり時間が狂ってるんで、ほんと何ヶ月経つとね1時間ぐらい狂ってるね。なのでね、毎回調整する必要があるんだけど、これねすげえなーと思った。びっくり、このこの時計は。いやー、こんなのもあるんだ。これあれか、電波時計かな。でもこっちである電波時計と秒が違うんだよ。だから、あ、だいたい今こんぐらいだなってピッてこう多分合わせたと思うんだよ、多分オープンボックスの時に。でそれから時刻の設定やってないんで一回も。あれからかなり月日が経ってるんだけど、カラーの方は2回ぐらい時間調整してるけど、こっちは1回もしたことがないっていうね。それでこれを維持できてる、すごいことだねこれはね、はい。そんなわけでね、まあ、興味のある方はね、また笑顔 GP さんのニキシー時計かなんかで検索すると出てくると思う。まあ、この下貼っとこうかな、ね。それでね、今回は OPPO の話題になります。で実は昨日ね、 OPPO Reno 3A が大幅ね、1万3000円近く値下げしました。これね、で、まあ、キャンペーン対象すると実質初めての方は1980円で買えるっていうね。だ今までは1万要は5000円ぐらいで購入してたものが、新規の方で1980円で買えるようになった、ね、1万3000円ぐらい安くなった。ここのところ OPPO がすごいお買い得、ね。でおじい、ちょっと前にS4 か OPPO A73 かどっちがいいのかなってなんか悩んでたんだけど、これとこれ比べたら絶対に Reno 3A の方がいいでしょ。OPPO あんま詳しくないけど、まあ、今だったら 5A の方が実体的だと思うけど、うん、ね。で、まあ、ちょっと見ていきましょう。OPPO Reno 5A、 これ視聴者様もね言ったり、僕は 5A を買うよってね言ってる方もいました、ね。まあ、新規で入ると最大で、ね、2万ポイント、1万5000円プラスウェルカム5000ポイントで、まあ、2万ポイントもらえるで、払うお金は 42,980 円なんだけどもね、まあ実質 22,980 円で購入したような気分がするね。お金は 42,980 円消えるんだよね。だけどこのような気分になるっていうね、これが OPPO Reno 5A です、ね。まあ期間限定クーポンなんでね、早めに使わないとなくなっちゃうんでね、まあそこがネックなんだけども、まあ安ければ安いよね。でもね、 22,980 円で買ったような気分になれるんだったらね、楽天で買う方も多いでしょう、ね。
はい、次はあこのね値下げしたリノ 3A、ね、これは携帯ウォッチさんでもニュースになってました、ね、で、まあ、今までは 39,800 円で販売していたのに 26,980 円になりました。そこにウェルカムポイントポイント5000ポイントと端末は2万ポイントがあるのでね、2万5000ポイントもらうと実質1980円ですよと。で新規でない方は2万ポイントなのかな、でだから6980円で購入できるのかなってことで、いや元気なおじい、過去にね、何も端末でポイントもらってないから、じゃあこれ6980円でゲットできるんだったら、いやこれでもいいかなってね、ちょっと今心がすごい揺れ動いてる。まあ、キャンペーンルール見て、ミニとか、ね、パンダがダメだって、ね、この間言われたんで、やっぱこれもダメなのかなって、まあ、ちょっとキャンペーンルール見てみたいけど、まあ、おじいダメかもしれないけどもね、でもいいよねこれね、新規の方いいよねこれ。うちの兄貴が前ね入ないって言ってたからね、もう一回進めてみようかな。これだったらいいよね、新規でね、1980円じゃないよね、出ていくお金は26,980円だから、26,980円ねえって言われるわやめとこう。はい、そしてこれがね前回紹介した OPPO A73 ね、これが25,001円なので、25,000ポイントもらうと実質1円だよというねキャンペーンを今やってます。でおじいはねこのリノ 3A がねどうしても気になって、で、まあ、他にもね OPPO あるよ、確かに OPPO A5-2020 ね、これも話題になってはね安いけども、まあ、そこそこ使えるってやつよね、まあ、これだったら実質1万、これはなんで2万ポイントくれないんだろうね、これ2万5000ポイントくれないんだろう、これなんで実質1円にならないんだろう、不思議だよねこれ。だって2万2020円なのに、なんで最大ポイントこれ5000円と5000円でしょ、なんでなの、不思議だねこれね、ちょっとケチだねこれね。で OPPO リノ A ね、これが不動の人気、ね、128GB バージョンね、これは28,800円実質ね、これもケチだねこれね、これもウルトラケチ、ね、もっと安くしてもいいんじゃないの、ね、で、OPPO リノ 3A を、まあ、相場を見てみると、お一番安いのはねどこかなって見てみると、まあ、みんな楽天とかここら辺ね、あと中古だと、まあ、17,800円ぐらいなんだけど、ここ新品未使用で、開封品、このイオシスってあるんだけど、ブラックとこのブルーと 2色あるんだけど、新品未使用品なんだけども開封したやつってね、まあ、意味が分かんないんだけど、それが 23,800円なんで、まあ、ここが一番最安値です。最安値、ね、まあ、最安値なんだけども、まあ、その差がほんのね、数千円なので、まあ、Amazon でも25,480円なんで、まあ、2,000円ぐらいで開封されたものが来るっていうね、うん、本当にわけないのっていうね、まあ、ちょっとそこので半年保証しかついてないので中古だとね、なので、まあ、そういうものも含めてお得なのかどうなのかちょっと分かんないけど、ね、まあ、中古だと17,800円なんだけどね、イオシでね、なんでまあどうなんだろうね、まあ、中古扱いの新品未使用ってね、まあ、これが最安値なんだけど、おじいはこういうのは絶対に買わない、ね、気持ちいい新品買いたいからね。で、まあ、他のところ見ると、まあ、大体ね、まあ、26,000円、まあ、野島オンラインとかね、この辺なんで、まあ、特に楽天モバイルが端末の価格を値下げしたことで、安いというわけではない、逆に高かったからね、この光ショッピングよりも高かったから、だからポイント還元の帳尻合わせのための値下げしないっていうね、そういうものだった。でも端末自体を他の相場に合わせてきた上で2万ポイントくれるんだったら話は別だよねっていうことなんだよね。で、まあ、どんな端末なのかを調べてみました、ね、そうすると人気ランキングで18位カッコムで今現在ね、なので、あ、まあ、18位なんだったらそんなに悪くはないなと思って、まあ、OPPO リノ 3A も 128GB だけどね、これね。まあ、悪くないなと思って、まあ、満足度レビュー 3.76 の口コミが3738件。ね。まあ、結構やっぱ OPPO は人気があるんだなっていうね。で、そこで気になったのが、着信のみできなくなってしまいました。ね。楽天モバイルで着信のみできなくなってしまいました。
こんな質問があって、でその試練にね別の方もね、あって、よいしょね、あ、亡くなっちゃったな、私もですっていう方がね一人いたんだよね、な2人いて、でこの問題が解決してないんだよ、解決済みになってないんでこれがね、なので、まあ、そのトラブルを今抱えてる、だから安くしたのかなっていうね、まあ、ちょっと不安要素もありますね。で Android 11にアップデート後自動で楽天回線に接続できないっていうね、まあ、こういうトラブルもあって、あ、それがこれか、あの私も先日ってね、なって、でこれもまだアンサーになってない、問題が解決していないんだよねこれはね、うん、これがだからね、これがだからさっきのこの着信のみできなくなってしまったと関係があるのかなこれね、うん、なんかちょっと不安だね、うん、まあ皆さんどうでしょうか、まあ、せっかくかでも楽天モバイルとの相性があまりなんかよろしくないみたい、シャオミは問題があるからね扱わないんでしょうって言ったけど、扱ってる音も調子が悪いって、これどういうことなのってね、ちょっと自分不思議に思うんだけどね。まあそうは言っても、おっぽリノ 3A、ね、いかがでしょう、この中で一番お買い得なのはどれなんだろう、新規でもし入るんだったらおっぽリノ 3A が一番なんていうかな、お買い得じゃない、違う、A73 と 3A のこのちょっと比較してみないと分かんないけど、まあ、ね、OPPO Reno A がまあいいんだろうけども、どうなんだろうね、どう、これだったら、この値段だったら、まあ、26,980円だったらどうなんでしょうね、ポイントもらえるんだったら、うん、まあ、これはまだありえないかな、42,980円ね、お財布から消えるわけだから、まあ、2万ポイントだ、これを有意義に使えばいいけども、お財布から消えるのは42,980円で、期間限定ポイントで2万円使わなきゃならない、強制的にね、うん、でまだ 5G が使えるわけではない、だから 5G がちゃんと使えるようになった頃にはもう多分これ古くなってると思うんで、だから今 5G だから、こっちの方で十分じゃないかなっておじいはそう思うんだよ、でこの差額が2万1000円あるんで、だ差額が2万1000円あるんだったらとりあえずこっちを使っておいて、で 5G がまともに使えるようになってきたら、その差額で2万1000円あれば、初手のキャンペーンでまたなんか返せな気もするんだけどね、どうかな、で過去にキャンペーン使った方は買えないとしたら、そしたらグシムで買えばいいわけでね、どうなんでしょうね、まあ、確実に A73 よりは 3A の方がちょっとこの値段の差だったら魅力かなと思うんだけど、ただ Android 11にすると問題が生じる、ね、困ったこちゃんらしいです、まあ、他のものがそういうトラブルがないかどうかはちょっとチェックしてないのでわからないです、ね、でも楽天モバイルでは今ね、これ OPPO がすごい熱いよね、で、あとはね、まあ、どっちも買わないっていう意見もあったね。あまり評価がよろしくないよっていうね。まあ、そういう意見もあったので、まあ、本当、今、使えるもんがないんだけど、なんか欲しいかなっていうね。で、おじいが主にその、回線を、まあ、今、楽天モバイルをメインで使うとしたら、ちゃんと活動範囲が、楽天モバイルでカバーされてるところだったらおじいは全然問題ないと思うんだよ、楽天モバイルメイン1本だけで、支障ないと思うんだよ、ね、これがさ、考え方1個だと思うんだけど、皆さんはこれ電話として使うんですか、それともデータインターネット端末として考えてますか、どっちかですかなんだよ、で電話がつかないと困るとかね、この電話誰かがいたよね、このラインとか使う時代にってだ、ね、そんなSMS なんかっていたでしょ、ね、アップルのユーザーは、ね、着信がデフォルトなんからね、面倒くさいしうっかりすると有料になっちゃうしってね、だからメールもね有料だって言ったらね、くネッティブ系にもいつでもネッティブ LINE の時代にそんな、ね、
あの SMS なんて言ってね言った人がよ、だじゃあ LINE で通話もするんだから、じゃあ普通の着信いらねえじゃんってことでしょ。違う違う違いますか、ね、だからあの電話としてはいらないでしょ。みんな LINE だけ使えればいいんでしょ。日本人はそうでしょ。 LINE があればね、LINE さえ導入していればメッセージも電話も LINE でやり取りをする。 LINE を入れてない人なんていないでしょう、ね、そうやって言われたからね、だから電話としてはいらないわけでしょ、ね、だからねおじいはね、今までのおじいはガラケーなんだけど電話が通じないと困るなっていうね、そういうのがあったけども、まあ、今データだけ使えるところで使えればまあいいわけなんで、そうすると、まあ、楽天モバイルの電波が届く範囲で、まあ、ちょっと一部入らないところがあっても十分カバーはできるんじゃないかなと思うよね。あ、ここで電波が来ないと思ったらね、電波が入るところに行って別に LINE で通話をすればいい話なんでね、結局、ね、なので、まあ、少なくともでも Android のユーザーはやっぱ普通にね楽天リンクで着信とかできるからね、まあ、便利なんだけど、 Apple のユーザーはこの LINE の時代に SMS なんか使わねえって言われたからね、通話もメールも LINE でやってるのにってことだから、あ、だから着信もいらないんだよ、アップルユーザーは。そういうことでしょ、ね、そんな SMS なんか使わねえって言うから、だから着信なんかも使わねえっていうね、だからこの LINE、みんなが LINE を入れてる時代なんで、ね、LINE で着信を受けて、LINE の着歴があったら、LINE で返せばそのままいいわけだから、別に困らないんだよね、iPhone ユーザーはね。うん、そういうことでしょ。だからまあ Apple ユーザーはね、 iPhone の楽天ユーザーはまあ着信とかね、ショートメールは全く関係ねえ、 LINE が使えれば全然関係ないっていうね、そういう意見をこの間頂戴したのでね、ああそうですかって感じでね。ただ Android ユーザーはそれじゃ嫌だよね、時には SMS ショートメールを使いたいよね。で、やっぱ電話番号での着信ね、やっぱ受けたいよね、あとね、まあ、それだけでね、アップデートしちゃうとできなくなっちゃうっていう、まだ解決してないみたいなんで、Android 10からアップデートしてはいけないっていうね、そこです。で、そこで Android ユーザーは、Android 11にアップデートしたくても支障なく使えるわけです。Apple ユーザーは、楽天のアップデート関係なしにするもんだと思っていましたってね、Apple ユーザーはみんな速攻でね、すぐにアップデートするみたいだから。まあ、しつこいことを流されるし、ね、アンドロイドユーザーは別に、あ、11に入れると、ちょっと調子悪いの、じゃあ様子見って感じで、やらないで普通に使ってもいいわけだからね、アンドロイドでよかったって感じだね。はい、そんなわけでね、まあ、OPPO の端末が魅力なんだけど、ちょっとそういう問題をおじい、格好まで目にしたので、OPPO を選ぶんだったら、どれが得なんだろうっていうね、まあ、ちょっと皆さんのご意見も聞いてみたいなと思いますね。そうすると、この OPPO で悩んでる方がね、皆さんの意見を見ながら、私はどれを選ぶべきかなってね、ちょっとお役に立つんじゃないかなと思います。はい、そんなわけでね、この話題は終わりです。楽天モバイル、いよいよいろんなキャンペーンが始まってきたからね、これから盛り上がりそうだね。またね、マジでした。またね、バイバイ。チャンネル登録してね。